はいどうもりょうちんです。本日の動画は2017年侍ジャパン登場選手について予想解説していきたいと思います。2013年の侍ジャパンがサプライズ登場したということで、今週の更新は2017年の侍ジャパンがほぼ確実と予想されます。糸井選手がすでに OB で登場していたことなども加味し、リアタイ的に必須級の選手が登場しなかった2013年ですが、2017年侍ジャパンはどうなのでしょうか。こちらは2017年の侍ジャパン選出メンバーです。リアタイ必須級の選手多すぎない。ただしこの27人全員が登場するわけではなく、登場しないと予想できる選手が複数名います。それらをリストアップすることで消去法的に2017年の登場選手を予想していきたいと思います。まずは2013年ですでに登場した松田選手や中田選手、内川選手は絶対に登場しないと考えられます。また怪我で辞退した大谷選手も登場は考えられません。その次に登場しない可能性が高い選手がメジャー組です。2023年侍ジャパンではメジャー組が登場していましたが、登場数に限りがあるなどを考えると登場しない可能性が高いと考えられます。候補者は藤浪投手、鈴木誠也選手、千賀投手、松井裕樹投手です。当時メジャー選手で現在 NPB 所属の青木選手はどちらの扱いになるのかが見ものです。その次に登場する可能性が低くなるのが、今年度中に TS やセレクションなど特別レアリティで登場している選手です。則本投手は TS で登場、筒香嘉智選手はセレクションで登場、鈴木誠也選手や藤浪投手は WS で登場しています。これらの選手は登場しないと予想するのが妥当でしょう。そうするとこのような状態になります。残された選手は19名で、2013年侍ジャパンの登場選手は14名だったことを考えると、この中からさらに数名が絞られて登場することになるでしょう。最上段には宮西投手や石川投手、2段目には菅野投手、3段目には菊池選手、坂本選手、山田哲人選手などリアタイ必須級の選手が登場しており、2013年に比べると楽しみな選手が多いです。皆さんは誰を獲得したいですか？ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。